にちは、リアクスチャンネルです。今回はですね、祇園祭りの準備期間中にちょっとお邪魔してみてみました。見てください、この山鉾結構でかいですね。これ上の方もちょっと見てほしいんですけど、なんか木なんか立ったりしてすごいですね。これどうやって立ったんだろう。ちょっとね、これ取材していきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、ということで見てください、この提灯の列。いやー、今週の金曜日のね、祭りのクライマックスに向けてかなり準備されていて、いやー、すごいですね。正直僕祇園祭り初めてなんで、すごい楽しみにしてます。いやーね、さっきまでね、雨が降ってたんですけれども、止んできて、結構気温的にも涼しくなってきて、本当に本番もね、このぐらいの涼しさやったら僕は嬉しいんですけどね、ちょっと本番も涼しくなるように僕は祈ってきます。